回は千葉県外房の勝浦にある河津漁港から出港している光昇丸という船に乗って平政を狙いにやってまいりました。ポイントについたら平政がボコボコボイルしていたのでトップのキャスティングにて狙います。右の横についている無線カメラの映像に切り替えます。上が空で下が海です。カメラを上向きにつけすぎたので海面が凹凸になってしまっていることをご了承ください。今のしぶきはチェイスです。前でやっているお二人とっても上手で私は横目でチラチラ見ながら真似してやっていますがなかなか真似できず。前の方ヒットです。よし、私も負けないぞ。ボイルです。投げて投げて。そしてついに私にも。あー、来た。巻いて。あ、切れちゃった。リーダーを50ポンドから100ポンドに変えて再チャレンジ。向こう立ってる。そうバス、ちょっと向こうまで持ってってあげる。離していいよ、うん、結構多分 P ライン出てたから出るからさ、はい、待って
危ないからでっかいフライヤーで外すように。デカマスゲット。重すぎて顔が鬼みたいになってます。その重さはドン 6.5kg でした。やったね船長さん。そして同船していた方々、いろいろ助けていただきましてありがとうございました。そしてこの動画を見てくれた皆様、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。